ンダンダンダンキーダンキーハーテーで100万円分買い物したらどんくらいの量になるか買いまくります。ヒカキン TV Everyday ブンブンハロー YouTube。 どうもドンキ大好きヒカキンです。ついにこの時が来てしまいましたね。もうタイトルにある通りなんですけど、今日私ヒカキンドンキホーテで100万円分ガチで自腹で買い物するまで帰れません。何買おう。そう、今日はここメガドンキ港山下総本店さんにお邪魔しております。この水槽過去最大だな。やっぱドンキといったらこれ水槽テンション上がるやつね。ウツボくん、ツボツボなんか元気か。ツボ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 こ、おもてウツボでかいの3匹いる。え、あれほ、あれ奥のやつ、あれあれ本物、本物だ。超でっけえあのウツボ、やばー。そんじゃ行くわ。マジで個人的に欲しいもんだけ買うから行ってきます。ワクワクするわ。さあまずはやっぱり100万チャージだよね。知ってました？あのね、このマジカアプリっていうポイント貯まるアプリあるんですよ。で、僕これ今日入れたんですけど、100万円使うんだったらあのポイント貯めて買った方がいいでしょ絶対。クーポンとかもあるらしいんで、これも使って1円たりとも無駄にしないで100万円使います。アプリに100万円チャージする人ってあんまいないと思うんですけど、お願いします。お願いします。はい、お預かりします。2範囲カードいきます。はい、マジかって言うんだろこれ。やっぱガチの個人アカウントなんでね、あんま見せらんないんですけど。で、なんかね、5万円くらいまでなんですよ、1回のチャージが。なので、20回チャージします。はい、今5分、10分頑張っていただいて完了しました。これやばい。100万、これね、あの上限が100万円なんだって。ということはね、全国にもしかしたら2、3人くらいすごい人いるかもしれないね、僕みたいに入れる人。すげえな、これ。これゼロにするからね、今日。で、今回ね、あの私一見光栄なことにドンキさんとコラボさせていただいて、このマジカアプリをスマホにインストールしてドンキで買い物していただけると、じゃじゃん、めっちゃかわいい、このねヒカキンドンペンくんコラボステッカーが先着で、もうなくなり次第終了なんですけど、全国のドンキホーテでもらえるんで、ぜひマジカアプリインストールしてレジでね買い物する際にヒカキンステッカーくださいって言ってみてください。で、店員さんにはこの画面を見せてください。ヒカキンコラボステッカー引き換えクーポン、クーポンを使うって書いてあるこの画面、この画面の出し方はじゃじゃん、この手順でね、ボタンを押していくとクーポン画面たどり着くので、ぜひ。なくなり次第終了なんで、お早めに。じゃあ買い物していきましょう。ブーンブーン。広ごこ、こんな広いドンキホーテあるんだね。これ今地下1階のあの食べ物売ってるとこ来たんですけど、広見逃しませんよ。これファンタ買います。ていうのもね、これね、クーポンで98円です。これ 1.5 リットルが98円。いやー、1万本買えるね。そう、あのね、アプリでクーポン、あの店舗ごとによって違うんですけど、このお店だけでもね、今僕140個ぐらいクーポンあるんだよね。で、ファンタ安っと思って、これはちょっとまず買いたかったんですよね。これもうクーポンで安くなってる。昔の駄菓子コーナー発見。これは最高すぎるだろ。何これ、なんかこねり飴とかある。あー、どうしよう。これでも安いからな。安いからな。昔からドンキ来たら必ずこの辺買ってんだよな。うまい棒のこの、さ、あの30本だよね。これ30本入りの明太とコンポだ。これ絶対買います。スーパービッグチョコだよね、やっぱりね。ちっちゃい頃から買ってた。わさびのりが、くっそ、人気がありすぎて売り切れてるわ。
僕いつもドンキでね、わさびのりのあの30枚入りとか買うんですよ。気がありすぎだな。ポテトスナックだ。これ食ったよね、ちっちゃい時ポテトスナック。多分これもうね、10万円は超えてるね、うん、こういうことしてると終わらんな。序盤ですげえの見つけちゃった。これ売り物だ。15,800円。よし、こんなでかいのいるんだ。ドン・キホーテ T シャツがあるじゃないか。アパレルです、アパレル。4、5枚ぐらい買っちゃおう。よし、これですよ、これ一気にこれいったんじゃない。一気にいったよ、これ多分3万ぐらいいったな、これ多分。この子もいっとくか。この子もいっとこう、このちょっと中くらいのサイズ。ポーチ、ヘアバンドも。テンション上がるよね、ワックス系ってね。動画撮る前に必ず使うから、こういう機会に一気に買っちゃおうかな。これアリミノ系ね。これ高校の時イケてるさ、クラスの中心的人物が使ったやつ。ちょっといい値段するやつ。普段 無香料の安いやつを使ってるんですけど、これを機に。嬉しい、これ嬉しいって。まあ自分の金で買ってんだけど。うわ、あ、これ高校の時使ってたの。これ俺買ってきました、これ。懐かしいから、これも。うわー、あー、これこれこれオーシャン系ね。これ最近僕が使ってるワックス、オーシャン系。これオーシャントリコ。どんだけお前頭の髪の毛、髪の毛固めすぎだろって感じなんだけど、これ一生買わなくていいかもしれないな、これで買っとけば。よしやばいことになってる、これドンキ来たら必ずこれ買います耳かき好きなの。本当に僕ドンキ来たらやっぱね、こういうとこ、マスクはね使うから、マスク買っとこう。サプリサプリっていい値段するじゃん、まあ、ちゃんとねバランス取れた食事をしつつサプリを飲む。セサミンだよな、セサミン、セサミン、亜鉛とかガチで欲しいやつ。ビタミン C だよな、やっぱな大好きな耳かき。これすぐ折っちゃうんですよね僕、これあの枕の下に挟まれたりして。これ君の技日本入りを5個。当分買わなくていいな、これ。いや今さ、多分15万、20万ぐらいいってっかなと思ったら7万3000円今、あと93万ぐらい。ああ50円でソフトクリーム食えるって、これドンキホーテでソフトクリーム。焼き芋は知ってるけどさ、ソフトクリーム、このアプリ入れてると50円で、まあアプリ持ってなくても100円ということで、お願いします。すげー、アプリ見てもらってもいいですか。ああ、そうですね。はい、はい、ありがとうございます。そしたら50円でいきます。休憩ってことで、すいません、お待たせいたしました。ありがとうございます。あー、いただきまーす。うまっ、うまっ、最高だ。本気出していくしかねえんだよ。しゃー、テンションぶち上げ。やっぱね、このガラスケースの中だよね、やっぱ本気はね。ここしかねえ、これエアーガン系だよ。うわ、テンション上がるわこれ。1万円とかの余裕で超えてるの。35,000円。コルトパイソンだよお前。マグナム系だよこれ。バイオハザードで言ったらもうマグナム。コルトパイソン M92F じゃん、これもうクラスで一人は詳しい人いるよね。すいません、はい、買ってもいいですか。バイオハザードモデルって書いてあるのね。サムライエッジだ、買おう。1万円を超えてきますね、この辺は。気にすんな、昔から変わんないんですよね、感覚。なんか俺買いすぎてないかなみたいな。やっぱ欲しいものを買いたい。あと製菌がちっちゃい頃大好きだったの、グロッグね。グロッグ、グロッグだよこれ。あげよう。ちょっと待って、これポンプショットガンだろお前。金ポンじゃねえかよ。金ポンじゃんこれガチ金ポンじゃんこれ。絶対買うわこんなん。もうやっぱりこの色だよな、 BB弾はこの色な。うん、これ大好き。貯金しないくせに貯金箱ってワクワクするよね。これいいの発見しちゃったのよ。これなんかあの入れるだけで100円玉500円玉とか全部分かれるやつ。いいね
小銭家のいろんなところに散らばっていくからさ、これいいね。ゲーミングマットレス、プロゲーマー目指してるんでね、寝て一方じゃん。あー、うつ伏せとかできるのか。こうやってゲームするために設計されてると、こうやって、あ、こうやってね。はい、あ、これ1万5000円だ、よし。ゴロロゲーミングで、よっしゃ、よし。まるまる、まるまるするんかって感じで、ペット用品だよ、チュールだ。そうですよ、私はあの子たちのご飯代を稼がなくてはいけないってことで、これあんまり行ったことないんだけどね、鳥じゃないとあんま食わないんだよね、あの子たちは。本当に鳥ささみバラエティーがいいね。あ、2023年まで持つのか。まあね、たまにあげてるんで。よし、もうちょっとあってもいいか、これ。子たちのおやつを。柔らかわかどり、マロトモフコの癒しグッズというか、遊びおもちゃ、タコ買うよ、タコ。マロたちのトイレシート、これ使うんよ、これ。これいいね、すげえ、使ったことない砂あるな、これ。いろんなやつで試してみようかな。あら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 、テンション上がるから、あ、思ってまあでもね、帰りね、あのすごいたくさん積める車借りてるんで、よし、これよし、テンション上がるわ、本気出していきます。あのね、今まだね15万いってないぐらいで、ちょっとなんかね、時間がないんですよ。電動歯ブラシがいい値段するの、フィリップスの一番いいやつにしようか、この辺の2万5000円ぐらいするやつ。これ高額商品はこれになります。うちアイロンないんだよ、いつもシワシワの T シャツ着てるのね。これいいね、パナソニックの1万円ぐらいのいいやつ買っちゃおう、本気出します。見つけちゃった、 AirPods Pro、 これ1個3万円、2個、普通の AirPods も音質好きなんで2個、10万円ぐらいだ、これで。やべー、やりすぎてる感が。ダイソン発見しました、掃除機といったダイソン。家でもね使ってるんですけど、僕2部屋あるうちの掃除機1個しか持ってなくて、わざわざ部屋持ってってやってたんで、ゲーム実況とかの部屋用にダイソン。それもこれクーポンで5000円ぐらい安くなってんのね、これ。大チャンス、気に入っちゃうよ。プラズマクラスターね、今の時代、一番いい46畳用、うち46畳もねえんだけど、もうこの最強のやつを買っちゃう。動画編集の部屋に置いたら気分変わるかもしれない、プラズマクラスターで。コロナでなんかすごい売れてるっていうからね、空気清浄機、腹筋ローラー、絶対ドンキ来ると見ちゃうんだよね、このエクササイズ系のところ。どれがいいかな、ごついやつあった、これ2200円、これいいやつだな。いいか、お前手首で差をつけろ、手首でな、これ手首で差をつけろ、これは知ってるかな、握力のボールクイーンってやつ。やっぱザバスだよな、ザバスでね。これ僕昔もダイエットしてる時、やっぱね、僕ね、ココア味じゃないと続かないんですよ、ココアね、チョコとかココアね、大豆のやつだよね、これ多分。ソイプロテイン、これ炊飯器、2部屋あって1つ欲しかった、3万4000円です。象印、これケトルはやっぱりディファール、1個うちぶち壊れてたんですよ。今ちょうど安くなってるし、5980円、温度コントロール付きの、こんなあんの今ね、やったぜ。黒もあるけど白で、スプラトゥーンの超でけえ水鉄砲発見。これね、スプラシューターですね、はい、スプラシューター、でかー、シュレッダー買うわ、人生で初めて買うわ、シュレッダー。なんかあの名前とか住所載ってるやつ、シュワーってやるやつ、これシュレッダー8点くらい。お宝よなこれ、課金とかしちゃうんだよな、5万円くらいいっちゃおうかな。
最近地震多いからさ、これモバイルバッテリーなんかこれ停電になってもスマホなんか何十回も充電できるやつ。3万円買っとこ。酒コーナーに超高いやつある。ここで行くかも。すごい風格を放ってるのが1個あるんだけど、なんか16万9千円っていうお酒があるんだけど、なんか首相も飲んだみたいなこと書いてあるんだけどさ、これ最近でもね、僕ワインとか飲むんで、攻めるかここで。なんかね、10万円ぐらいのこのウイスキーとかもあるんだよね。サントリー響きブロッサムハーモニー山崎、この10万円ぐらい。シャンパン、ドンペリニオンとかもあるけど、あえてここはこの謎のやつでいこうかな。これで、じゃあ、お願いします。やばいな、これ相当熟成してんじゃねえか、これ。15年ものって書いてある。アルコール度53度、中国のお酒です。じゃあ、これで。あと、この獺祭も飲んでみたいな、これ。獺祭、2000円。30代になってお酒好きになってきました。バカラのグラス、これ結構安い。あのすっごいいいクリスタルガラスのね、バカラっていう、よく僕贈り物とかで買うんですけど、これめっちゃ売ってる。いいやつなんでね、これ。うわー、これで美味しくお酒を飲む。今これで多分75万ぐらいいってるかな。あと25万。大丈夫かな。ついにたどり着いてしまったか、ここに。あのね、時間がもう夜中に撮ってるんですけど、朝の開店時間でお客さんが入ってきちゃうんで、ついにここにたどり着いてしまった。きらびやかな世界が。 LV ルイ・ヴィトンだよ。いやー、なんか母ちゃんになんかプレゼントでも買うかな。なんか1000円くらいの財布使ってるから多分。うわ、どんなのが好きかな。あの人明るい色が好きそうなんだよな。この鳥のやつとか好きそうだよな。ね、うちの母親にあげてもね、こんなに使えないよとか言ってね、使わないんだよね。もったいなくて使えないとか。もう触るのもあれだから、なんか本当は僕黒いやつとかかっこいいって思うんだけど、なんかね、明るい色のやつとか好きなんだよね多分。わかんないけど、ぶっちゃけ。ああ、これも長持ちしそう。おしゃれな、こんな色の口紅とかつけてたもんな。授業参観とかでこういう色の口紅つけてきてさ、ね、やめてくださいよとか言ってたんだよ。迷うな。まあでもやっぱりこれでいこう。うん、母親にジッピーウォレットチェリーベリー、このエピっていうね、ルイ・ヴィトンのあのすっごいしっかりしたやつ。11万くらいか。あと11万。この動画見て初めて知ってると思います。セイキンバーバリー好きなんですよね、あの人。これバーバリーファンなのよ。これ帽子喜ぶだろうな。これは32,800円。ってことはあと7万くらいかな多分。時間切れだって。最近バレンシアガ買ったこと多分ないから、バレンシアガのポーチ買いこか。いや、お揃いでこの小物入れを2つ買うか。いろいろと詰まるぞこれ。よし、これしよう。よくわかんないけど、これ兄貴とお揃いで。あ、ちょっとオーバーだけど、これ5万円ぐらいのやつ2つ、バレンシアガのなんかこのなんかポーチみたいなやつ、これ達成しました。体験しちゃうんで、お会計いきます。ブーンブーン、はい、ということで、超急いで早くってやっても3時間ぐらいかかったんですけど、結果マジか。アプリでいくつか買ったか。おー、もうマイナス5000円とかあるんだよ。どうですかこれ。最終的に1万205円超えてたんで、現金で。これは私のマジか残高が0円に、0円になりました。さっきまで100万円あったのに。実際並んでるんですけど、買ったやつがやばいことになってる。祭りの景品かっていうレベルの量なんだけど、それどころじゃねえぐらい高価なものばかりというね。保証書、家電系ね、10個ぐらい買ってるからね。うわ、すげえ。ありがとうございます。うわこれもう家のどっか壁に俺貼り付けて記念として。勲章だよこれ。1枚のレシートで100万円超えてるこれ。やっばー。
でですね、2021年今年の年内にマジカアプリをインストールした方は 5% 初回購入で 5% のクーポンもらえるので、ぜひマジカアプリインストール説明欄からお願いします。年内に会員登録済ませておけば1月16日までその初回で 5% オフ使えるので、ぜひこれを機会に。かつポイントもつくからね、これ。あ、すごい。ポイント対象金額764,647円。ポイント対象外のねものも僕買ってるんで、ただそれで8294ポイント貯まりました。1円たりとも無駄にしない。今度来て8000分タダで買えるからね。やったわーいわーいブーンブーン。くじ引きださ、祭りだ祭りだ、さあ大当たりしかないぞって。ごめん、あいまー、家に持ってくのめっちゃ大変だったよ。やばいなこれ。ただ本当に僕が欲しいもんだけリアルね、欲しいもんで高いもんもいっぱいあるから、これで100万円かっていうね。マジで嬉しいわ。嬉しいわってプレゼントされたわけじゃないんだけど、なんかこんなに一気にさ買ったことないからさ。ちょっとね、全部開けてるとキリがないから、ちょっと一番やっぱ気になるのがこの17万ぐらいのこの酒。いきます。どんな形してんだろう。なんか軽いんだよなこれ。こんなちっちゃいのこれ17万。飲めねえわ、もったいなくて。取っといても飲めるもんかなこれ。賞味期限とかないよね、酒だし。取っとくかこれは。じゃあなんか家のねこの辺とかに。いやー本当にね、欲しいものだけ買えたんで全部大切に使っていきたいと思います。なあ、ドンペンちゃんなあはい。で最後に僕のサイン入りのドンキホーテ T シャツプレゼントキャンペーンのお知らせです。こちらドンキホーテのね、ドンペンくんとヒカキン TV のコラボ T シャツに直筆サインして10名様にプレゼントしちゃいます。はい、こんな感じの T シャツに直筆でサイン書いちゃってます。で、応募方法はマジカアプリをダウンロードして、ちゃんと自分の名前とかね、しっかりと入力して会員登録をしっかり済ませて、それが済んだらマジカアプリの中に応募ページがありますので、そちらからご応募ください。あとはね、こちらですよね、こちら。動画の最初の方でもうレジの時にね、触れたんですけど、12月のキャンペーン期間中、ドンキホーテで、もう何でもいいんですよ。うまい棒1本でもよくて、それをドンキホーテで会計する時に、レジで、ヒカキンステッカーください!店員さんに言って、そこでマジカアプリの引き換えクーポンの画面を店員さんに見せると、こちらのキラキラ、ヒカキンドンペンステッカーもらえます。こちら、今年2021年の12月中限定、かつ、なくなり次第終了、早い者勝ちとなってますので、ぜひ、お近くのドンキホーテまで行ってみてください。で、T シャツとステッカー、どちらのキャンペーンも、12月1日、朝10時から、キャンペーン開始となりますので、実際にね、ドンキホーテのお店に行かれる方は、よくこの動画を見て、アプリのね、会員登録ちゃんと済ませてとか、その辺注意して、ぜひ、お店まで行ってください。やべえ、あ、ちっちゃい時買ってもらえなかったクオリティのやつだこれ。うわうわすいません、ちょっと動画終わんないんで。うわー、いいねこの動画もしよければ評価グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひ、その他私ヒカキン Twitter、Instagram、TikTok、ミルダム SNS やってますので、フォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン、バイ。登録